綿のザ T シャツっていう T シャツに、リネンのパンツだけで、すごくカジュアルなスタイリングじゃないですか。でそのカジュアルなスタイリングにプラス1枚だけするとこんなに変わるんだよっていうスタイリングをご紹介したくて作ってみました。このポイントとなるツーウェイブラウスですよね。でこのブラウスは後ろをリボンで使ってもいいんですけれども、今回は T シャツの上にさらっと羽織るだけでバッチリ出来上がっちゃうようなスタイリングをご紹介したかったので、前にリボンを持ってくる感じにしてみました。お袖がですね、ふわっとしていて古袖ではないので、真夏に冷房対策とかでも使ってもらえるかなっていうふうに思っています。では動画スタートです。コットンのツヤや光沢、ドレープ感がとっても素敵なギャザーブラウス、こちらはローブデポーのブラウスです。気になった方たくさんいらっしゃるかなと思います。パンツ合わせてるんですけれども、ワイドキュロットのサスペンダー付きのパンツですね。こちらは、サスペンダーを取り外しができます。こんな可愛いスタイリングどうかなっていうふうに思います。では動画スタートです。大お気に入りのチャイナジャケットにはウール素材と、なんと綿100のベルベット素材があります。このベルベット素材もめちゃくちゃかっこよくて、今回はパンツと一緒にセットアップで合わせてみました。で、まずですね、インナーに着ているガーゼのブラウスなんですけれども、とても素敵なギャザーブラウスです。袖先ですねのボタンの多いところとか、襟元とかのギャザーとか着丈とか、なんかパーフェクトで素敵だなっていうふうに思います。で上に合わせているジャケットなんですけれども、皆さんはウールとベルベット、綿100のベルベットとどちらがお好きですか？悩みます。未だに悩んでますが、私はどちらか行く予定です。では動画スタートです。ピースはなんと綿100なんだそうです。なんかね、ちょっと違う素材が入っているのかなと思っていたら、綿 100% のワンピースなんだそうです。ローウエストなんですよね。このローウエストのデザインがめちゃめちゃクラシックで、しかも 2way だと聞いてもう最高っていう風に思ってしまいました。
で、まあこれ1枚よりも何かちょっと重ねた方が可愛いかなと思って重ねたのがラボレートリーのコーデュロイのプルオーバーになります。でこちらの着丈がちょうどよくて、サイドのところのスリットから、ワンピースのローウエストの雰囲気が出て、とてもぴったりなスタイリングになったかなと思います。こちらのワンピースもとってもおすすめですよ。では動画へスタートです。